保福寺は、長野県松本市保福寺町にある寺院で、三号は永安山。古くは、新言宗であったが、分岐二年以後は、相統衆寺院。三門をくぐり急内四段を登ると、三号本堂がある。本堂への三道脇に六体の地蔵立像がある。乱慶道高によって創建され、鎌倉県庁寺の大覚禅寺によって中興された。保福寺の六地蔵。 高く急な石段を登ると、右手にある平安時代の天台宗、真言宗の寺院は山中に混流されることが一般的であったと見られ、奈良時代末期から機内に登場し始めたが、平安時代に入ると地方にも広がっていった。こうした山中の寺は、後世に山腹、山毒に降りて作り直されたものが多く、保福寺もそうした伝承を持つ。 中心地方で山中から移転したという伝承を持つ寺院として、他には牛伏寺、若沢寺、海岸寺、宝光寺、神宮寺、光輪寺、安陽寺、福光寺、森蓮寺,寺がある。木造千樹観音立像が松本市重要文化財に指定されている。動物像は鎌倉時代に制作された42碑の千樹観音像で日の木材を用いた寄木造りで、 うちこを施してある。境内の建築物としては、二王門が1759年の建築で最も古い。1883年に火災にあったため、本堂、栗、手廊などはそれ以降の建築である。1834年2月完成出版の品の気象録には次の記述がある。羽原村、金布山保福寺庭に、 小松あり完成に年齢選ため、大京をめして十玉という寺の前を通る、保福寺道は近世までは重要な街道であり、保福寺跡は中世には宿場町として機能していた。松本方面から保福寺峠を越え、上田で北国街道に合流し、さらに追分宿で中仙道に合流し、江戸へと至る関仙道であった。 松本藩主が参勤交代の際にはこの道を利用するので、北福寺口にあった番所は、藩内一の規模の番所であった。アルピコ交通バスに、滋賀線、北福寺線がある他には、松本市営バスがある。ありがとうございます。